前回のマインクラフトは新しい鉱石を求めて洞窟へゴー。掘った穴から溶岩が必死の抵抗を虚しく焼け死んだ。落としたアイテムを拾いに行くがウィッチにドーン。やられたらやり返す100倍返しだ。新しい拠点を作り次に探すものは登録登録。それでは今日はこの拠点から始めましょう。今持ってる鉱石がレッドストーン、そして鉄、金、ラピスラズリだね。あとダイヤモンドが欲しい。ただ問題がね、松明が残り8個なのよ。木の棒がねもうなくなっちゃってやばいね。まあ、できる限りここで採掘していきましょう。これ下の方までかなりあるのよ。で位置もこれ下行くと15以下になるから絶対怪しいんだよね。あるあるあるけどもダイヤモンドはないんだよな。あっちもなんか進んでいけそうな感じなんだけど、なんでなんでラマがいるの。チェストがある。チェスト発見。おお、金のリンゴだ。金のリンゴ発見。あ、食べ物もあった。これは嬉しい。これは分かった、無理だ、無理無理。一回帰って松明をちょっと補充してこないと無理だね。これは、ああ、最初にあったやつね。え、こっちもあったの。あ、これ取ってない取ってない。え、なにこれ、ダイヤモンドの、マジでなんかすごいの入ってる。戻ってきたね。久しぶりの外の空気はうまいな。一度家に戻ろう。とりあえず取ってきたやつをチェストに入れ込んでしまおう。結構取ってきたよ。金のリンゴとか嬉しいね。ではでは、さっきの場所行っても多分一緒だから新しい場所、ちょっと全然違う場所に行ってみよう。あ、ここ良くない？ここ行こうか。ここにちょっと潜っ、お、あるある、潜っていきましょう。いや、これ全然ここないわ。ここない。ここはもしや村発見じゃない？村を発見したかも。人いる人いる。うん。え、なんだ。おキツネがやられてる。おー、ちょっと待って、スケルトンもいる。ちょい待ち。村発見。ここはいいぞ。ここの村なかなかいいかもしんないね。ちょっと家の中とかを漁ってみよう。なんかあるでしょう。パンダと紙もある。あ、紙でなんか本とか確か作れたよね。やった、エメラルドだ。これで何か物を買ったりできるんだね。ほぼ盗賊だけどな、こんなやり方。結構収穫できたな。一回戻るか。じゃがいもとかパンとか食べ物がね、ほんといっぱい入手できた。家到着。座標を覚えてるとほんと楽だね。アイテムボックスも結構いっぱいになったな。チェストを作ってさらにそこに入れていこう。よっしゃ、行こう。でも拠点がさ、なんかここじゃいまいちな気がしてきた。まあ、後々ね、拠点を移すことも考えとこう。次、こっち側行こう。でかい山だな。ここなんか、洞窟かなんかないの？え、かぼちゃ？あ、かぼちゃだ。なんか野生のかぼちゃってあるんだね。夜になるな。全然洞窟が発見できてない。ないの、洞窟。あった。落下して死んじゃった。やばい、取りに行かんと。あった、見つけた見つけた。あった、よかったよかったよ。ああ、よかった、アイテム全部戻ってきた、よかった。でね、来る途中に村見つけたのよ。もうさっき死んだところのすぐ近く。あれ、なんか蜘蛛の巣張ってるな。あ、これゾンビ村だ。だよね、ゾンビ村かよ。まあまあ、とりあえず中のアイテムだけでも。ここの村ね、かなりいいね。寝るとこもいっぱいあるし、さらには洞窟があるのよ、ここ村のところに。なんでちょっとここを拠点にしてね、探索なんかやっていくようにしよう。
よし、とりあえずの設備はだいたい作ったから、このまま洞窟へ突入しよう。今度こそダイヤモンドだ。お、なんかある。え、緑の玉がなんか落ちてるぞ。何これ、スライムボール。スライムがここで死んじゃったのかな。あっち側に行くのはちょっと難しいな。戻りますか。お、これは、え、これ色違うくない？あ、これ色違う。やった、やった、やった、やった。ダイヤモンドゲット、ダイヤモンドゲット。あ、もしや、この下のやつもダイヤモンド？もしや。ダイヤモンド5個ゲットです。やった、これで装備品だいぶ作れるんじゃない？え、なんだこれ、変な虫が湧いてきた。何こいつ。よーし、戻ってこれたよー。で、何が作れるようになったの？おお、来た！ダイヤモンド装備。あ、でも全然足りない。5個しかないもんな。あ、でも、ダイヤモンドのツルハシを作ったらば、黒曜石が壊せるようになるんじゃないの？多分。まあ、とりあえず、今日はこんな感じです。ダイヤモンド5個ゲットしました。ようやくだね。うん、ようやくだ。で、村も一応まあ、ゾンビ村ではあるけども、ここをね、とりあえずの拠点として次はやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。